こんにちは、華道家の宮本理丈です。今日はアジサイのお花を本気で生けてみたいと思います。アジサイって、大きいので、小さいいけばなのでできないのでちょっと対策になると思いますけど、やってみたいと思いますのでぜひご覧ください。今日は実はこれ切り花ではなくて鉢植え、根っこついてるでしょ。アジサイの切り花の問題点って水揚げなんですよね。水がよく上がらないと。今日はちょっと思い切って根っこごと生けてみようかと思ってます。まずこの根っこの土を落とすと。ちょっとそんな今日作業からやってみたいと思います。ちょっと落ちてきましたね。これでもさっきね、水につけてたんでだいぶ土が柔らかくなってる。やっぱ水揚げ悪いんで鉢植えで売ってることが多いんですよね。鉢植えの方が安いですね、切り花より。こんなことやる人多分いないと思いますね。それだけあのアジサイの水揚げ問題っていうのは華道界永遠のテーマってことですね。やっぱね、上がらないんですよ。ただこう根っこを生けると生け花じゃないっていうね、説もありますよね。だって切り花を生けるのが生け花でしょっていうこともあるので、ここら辺賛否両論でしょうね。ちょっとでも根っこが残ってればなんか水を吸ってくれそうな気がしませんか。だからこう根っこ残してね、こういう状態で売ってくれると生け花界は喜ぶかもしれない。はい、こんな感じで、はい、生けてみたいと思います。さっき根っこを残した鉢植えのと、あとこれは切り花ですね、完全にね。こっちの方が全然長いので、長いの使いたいので、切り花の時はいろんな水揚げ方法あるんですよ。焼いたりアルコールつけたり。ここにね、綿が入ってるんですよね。真ん中に綿が、白い。これをこう取るといいと言われてますね。数面積を広げとくと。最近僕よく使うのはこれですね、クイックリップ、水揚げ剤って呼ばれてるやつですね。いろいろ苗板つけたり昔ながらの技法ありますけど、クイックリップをつけるとこれで上がってくれるのを信じましょうということですね。植物って根っこから水を吸うものなので、茎から吸う、それに適してるもちろん植物もあるので、アジサイとかになるともう形どころじゃないっていうかな。水が上がるみたいなのが気になっちゃってね。こんな頭がぶつかっちゃってるとあんま良くないですよね。まずは一番長く流れる方向みたいなのを決めますね。今日は左側に伸ばしましょうと、この2つの、相性も含めて決めました。だからね、アジサイのお稽古したいですって言われるんですけど、そういう問題があって、さらにお値段も結構高いですよ。いいですね。こんな感じでちょっとフレームというか、ね、左側に長いちょっと形で打ってみましたということですね。今意識してるのはちょっとこう2ポイントぐらい作ったっていう感じですけどね、1ポイント2ポイントとね。はい、次じゃあさっきの根っこつきいきましょうか。根っこつきでいけるときはやっぱり花瓶の方がいいでしょうね。剣山にいけると見えるし、高さの調整がね、花瓶だとできますよね。深く収めれば低くなるし、ギリギリ上の方に収めればここになると。これでも綺麗。よいしょ。これお花止めにもなりそう。あ、もうこれで終わりでもいいでしょう。やっぱりこれ見て、素敵でしょこれ。もう一種類いこうか。2つぐらいいくか、これで後ろに行くと、入るかな。先に根っこですね。そういうちょっと生けづらさはありますけど、鉢植えって寄せ植えするんですよね。こういう根っこのものを同じ鉢に収めるみたいな、寄せ植えって言いますけど、ほとんど寄せ植えですねこれ。生け花もそういう意味では一緒か。これが先ですね、順序的にはね。ここに長い枝を入れていくと、これは安定感もあって良さそう。よいしょ、あともう一個。どうすか。いいね。もう一個頑張ってちょっとここスリムにして入れますか。ここね、アジサイがこう群生してるっていうんですか、そういうのがやっぱりらしさでもあるのでね。あ、入った。でこう葉っぱもね下に出ててよろしいんじゃないですかね。
アジサイ1種類だけど色は5種類ぐらいあるのかな、グラデーションになってなかなかいいんじゃないですかね。アジサイの生け花ですね。何度も言うけど水揚げね、これピンクのアジサイは切り花でちょっと水揚げ剤とかありましたよね。こっちの青紫系は根っこが実はついてると。これで持ちがどれぐらいいいかね、ちょっと気になる方はこっそりお教えしますんで、コメントでもいただければと思いますけど、はい、あとまあ構図的にはもうお花開いてからどっちの流れの方がかっこいいかなみたいな感じで見てますね。今日は左に伸ばした方がかっこいいかなっていう花の角度とか枝ぶりだったのでこっちにしてみました。別に反対がいけないっていうわけではないんですけど、まあそれはもう見てどういう姿がこの枝はいいかっていうのをもうその場で見て判断するって感じですね。下をこう口元を埋めるっていうのはね、大体皆さんご想像ついたと思うんですけど、伸ばす方はその場で相談って感じですよね。そこら辺は結構経験がものを言ってくるような感じもしますけど、はい、試行錯誤しながらね挑戦されるのもいいかななんて思いますので、実はねちょっとあしらいというか他の花材も用意してたんですよ。してたんだけど、もう今日はアジサイ一本勝負ということで、あえて一種類でいけて、アジサイの良さを前面に出すような作品にしてみました。はい、お楽しみいただければよかったかなと思います。今日はこれで終わります。ありがとうございました。